初版表題ページファーストフォリオは、シェイクスピアの擬曲をまとめて出版した、最初の作品集。正式な題は、ウィリアム・シェイクスピアの喜劇、刺激、悲劇。当時の価格は1ポンド。シェイクスピアの死から7年後の1623年、同僚のジョン・ヘミングス、ジョン・ヘミンゲとヘンリー・コンデル、ヘンリー・コンデルが、当時知られていた、シェイクスピアの擬曲37編のうち、 ペリクリーズを除く36編をフォリオ版としてまとめて出版した。マクベスやジューニアはこの全集がなければ失われていたかもしれない。ペリクリーズだけが除外された理由は、この作品にはシェイクスピアの新作であるかどうか疑わしい点が見られたためである。ペリクリーズは別人の作品であり、シェイクスピアは脚色をしただけである。 別人とシェイクスピアの合作であるなどといった諸説に関する議論には研究者の間でも結論が出ていない。なお、その後の研究により、ペリクリーズ以外にもファーストフォリオに収録されていない、シェイクスピアと他の作家との合作やシェイクスピアが手を加えた他人の作品と見られるものが発見されており、新作を聖典と呼ぶのに対し、これらは外典と総称される。 約750部が印刷されたが、2020年、現在で減損が確認されているのは235部で、そのうち完全な形であるのは56部のみとされる。2020年10月14日、初版本が997万ドルで落札された。これは、文学作品としては、史上最高額である。ありがとうございます。